来た。ピンチ。そうっすよ。びっくりしました。いやいや、ピンチだよ。どこが、どこが。いやいやいや、どうなるんすか、ジャイアンツ。いや、ほんとな、はい、菅野が4回までゼロで抑えてて、まあ、肘。はい。1回飛ばすぐらいで終えればっていうふうに言ってるけど、はい、俺は大事にすると思うよ。これなんでかっていうと、はい、やっぱメジャーもあるじゃない、はい、とか、まあ、全日本はだからこれで多分参加しない可能性があるんだよね、うん、これってこの首脳陣とか、まあ、巨人サイドの考え方としては、うん、第一優先にジャイアンツのリーグ優勝を考えるのか、うん、それとも日の丸を考えるのか、いや、それともメジャーを、うん、いやいや、やっぱ第一優先は巨人と契約してるわけだから、はい、やっぱ巨人の優勝を最優先に考える、うん、だけど個人的にはやっぱ頭の中ではメジャーっていうのがあるよね。だからここで故障するっていうのはあんまり言いたくなかったと思うんだよ。でも相当痛いんだと思うよ。相当な違和感なんだと思うよ。それは隠し通せるんだったら隠し通したいじゃない、はいはい、だけどそれを言わなきゃいけなくなるぐらいに4回で降板するぐらいにやっぱり痛めたと思うんだよね。調整不足から来るものなのか、いや、金属、まあ、判定は難しいと思うんですけど、やっぱ金属疲労だと思うよ。やっぱこれまで投げてきてるもん、約10年ぐらいかな。おっしゃる金属疲労が来る年頃だよ。だからもうこれはやっぱ菅野が一番安定してるのは、これを分かりきってることなんだ、はい、そのエース大黒柱が抜けたっていうことは、これすごく痛手だよね。痛手だし相当痛いよ。だって菅野で連敗を確実に止めれるんだもん。だからこれからのジャイアンツは大型連敗もあり得るということだよ。だから埋めれるピッチャーはサンチェスか戸郷、はい、この2人だと思うよ。2人でしか補えないということだよ。でもサンチェスは投げてみなきゃわからない。そうですよね。戸郷は今年調子悪いっていうことになってくると、やっぱピッチャーも中継ぎ陣今崩壊状態だよね。パッとしないんですよね。いや、一番の計算の狂いは中川だよ。だからもう確実に計算に入れてたのが、やっぱ打たれるようになってるという、抑えられないということが一番辛いよね。その中川選手ってその何ですか、データから来るものですか。いや、俺はね、綺麗すぎると思う。投げ方が打者目線から言うとタイミングの取りやすいピッチャーだよね。だから球の威力があるときは抑えられるけど、ちょっと落ちたら打たれるかもわからないよね。で、威圧感もないし、綺麗すぎて。だから中継ぎで今後活躍してくれそうなのが、はい、ちょっとパッとしないんだよね。いないんだよ。だから鍵屋を今一生懸命作ろうとしてるよね。で、そうなってくると、はい、小林をトレードしていいピッチャーを取ってくるんじゃないかと思って。本当ですかそれ。いや、俺は小林のトレードは俺は反対だっていうふうに言ってたんだけど、非常事態だもん、ピッチャーが。ただし、オリンピックがあった時にその期間、調整期間に当てられるでしょ。だからそこまで踏ん張り切れるかどうかだよね、順位的に。ただね、井上さん、今月の末から交流戦なんですよ。いや、交流戦だよ。これってパ・リーグってやっぱり、ね、よく打つイメージなんだよね。いや、そうそうそう。だから耐えきれないよね、今のままではね、はい、今のままでは、はい、だから小林はなんか危ないかなって思ってんだよ、トレード。だって小林を出したらいいピッチャーは取れるよ。誰取ります。いや、だからキャッチャーで困ってるのはロッテ、正捕手が故障したりだとか、まあ、楽天も欲しいかもわからないね、はい、日本ハムも欲しいかも。そうですよね。でも日本ハムは交換できるだけのピッチャーがいないかもわからない。まあ楽天はいるよね。まあロッテもいるだろう。楽天の藤平とかね。いや、だからそこら辺をまあ今状態がどうなのかわからないけどさ、そういうことを考えると、まあトレードもあり得るなっていうことはあるよね。前ヤクルト戦の時は伊能を中に持ってきてるんですけども、やっぱ先発としてこう期待されてたじゃないですか、伊能選手っていうのは、うん、この今の中での起用っていうのは
いやあいつはね不器用さで器用なんだよ。だからできないことはね、できないことはないけどポカがある。だからそこまで原監督も信用してないと思うよ。ああそうなんです。だから信用してないものをマウンドに上げなきゃいけないっていうのはそれはやっぱ辛いよね、チームとして。あとは野手は坂本が骨折ということで、そうですよ。だから柱って大体4本立ってんだよね。まあエースの菅野、野手では坂本で、まあ岡本か丸なのか、野手ではで、もう一人ピッチャーは、はい、去年までは戸郷だったんだけど、はい、これがサンチェスになるのか戸郷になるのかっていうような、はい、まあ2本いないわけよ、はい、それ家なんか立ってらんないじゃない。いやそのぐらいあの非常事態だっていうことだよ。坂本選手の穴はどう埋まった？まあ吉川だろうな、ショートが安定的にできるっていうのは、それとバッティングも含めて。吉川ショートに、うん、吉川のショートっていうのはうまいからね、うん、セカンドよりなんならうまいかもわかんない。もともとショートもね、そうショートやってた選手なんで、だから動き的にはすごくあのショートの動きの方が俺はなんか合ってるような気がするし、うん、まあショートにパッとはまってくれればそれはまあ一時期だけど穴を埋めれるよね。坂本の広岡選手ではまだ物足りない。だから右左で可能性は、変えていく可能性はあるよね。まあ他の球団もコロナとかね、そういうことで非常事態に陥ってるチームがあるわけよ、はい、まあコロナと故障ではまたちょっと違うけど、でもみんな良くなってんだよね、はいはいはい、チーム状態が。これは何でかというとやっぱ緊張感と危機感だよ、これがチームを一つにさせる、はい、だから戻ってくるまでその緊張感、そういうものが保てるかどうかだよ、うん、だってヤクルトだってコロナが出た中村誰が2番打つって思ってた思ってない。でも打たしたら意外とやる、ハマってますもんね。ハマってるでしょ、はい、でやっぱこう危機感が出てきて、山田も打ち出した、調子を上げてきた、村上が頑張る、やっぱそうなってくるとやっぱこう巨人も危機感、それはもうエースともう球界の代表するバッターがいなくなるっていうのはそれは危機だよ、危機だけども、だけどここをチーム一丸で乗り切れるとまあそんなに巨人は落ちてこないと思うよ。ああ巨人は落ちないと思う。でも大ピンチであることは確か。ただ調子が落ちてる、落ち目の時、例えばピッチャーの状態がガーンと落ちてるよね、はい、そういった時にこの2枚を失うっていうのはすごく痛手だと思う。だからみんなの自覚だよな。まあ例えばいやもうこれじゃあんまり点を取ってくれなくなる、そうなってくるとピッチャー我々が頑張らなきゃいけないんだ、野手は坂本、まあテームズもいたよね。テームズもかわいそうにさ、初戦でねアキレス腱断裂ということでもう帰国したけどもさ、だけどそういう仲間が離脱した時にいかに一つになって戦っていけるかだよ。やっぱ今まで2人に頼ってたことっていうのはものすごくでかいと思うんだよ、はい、でもここでみんなが自覚して頑張れれば、はい、そんな危機じゃなくてピンチはチャンスになる。だから そういう考え方をしないとやっぱりやってらんないよ。じゃあつまりこう豊さんから見て、うん、これからの戦いキーマンになるっていうのを2選手、うん、投打で2選手、はい、やっぱ戸郷俺は畑を買ってんだけどね。まあでもあのファームでね投げてる戸郷を見た時にまっすぐはいいんだけどさ、変化球がちょっと浮いてんだよねまだ。だからそこら辺が修正できれば戸郷、はい、で野手では吉川のポテンシャルっていうのはものすごい高いものもあるし、やっぱ頑張ってくれると思うよ。もう腰が大丈夫なんですかね、吉川選手。もう腰が痛いやどうのこうの言ってたってしょうがないよ。もう もう言ってらんないよ。ただね、坂本のね、怪我っていうのはキャッチャーからのピックオフで来たでしょ、はい、あれはね、想像の中にあんまりなかったね、坂本が不意を突かれたという、はい、その慌てたことが怪我につながった。だからこういうことってやっぱプロ野球選手はあり得るんだよ。普通にプレーをしてたら怪我しないんだけど、不意を突かれた時に慌てた時に怪我をするという。だから
もう緊張感を常に持っておくということ、どっからボールが来るかわからないとかね、そういうこと、そういうことがやっぱ大事だと思う、怪我を防ぐにはね。もう元木コーチの出番ですね。じゃあ、あいつはくせ者だからね。あいつは怪我をさせるタイプだからね。意表をついてくせ者で、まあまあでも元木コーチがチームを明るくし、はい、まあ、一つにまとめね、まあ、原監督がどんな大胆な策を取ってくるか、これはまた一つの楽しみにしないとさ。で、怪我人は早く、一日でも早い復帰をね、もう本当に願ってますよ。まあピンチだけどチャンスだと思って頑張ってください。